さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、成城大学行ってみたいと思います。では本日の長文の全体像ですが、皆さん、空所補充問題でございます。で、皆さん、10題あるんですが、最初の3題を扱うとですね、大体皆さんどういう感じで解けばいいのかが分かるような感じになっておりますので、頑張りましょう。すみません、設問の指示はこれでございます。この後行きますね。さみさん、一読をしていただいて、選択肢検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、アメリカンとヨーロピアンですね。で、それでフォークとナイフの使い方ですね。まあ、右で握るのか、左で握るのかという内容の皆さん、違いが見て取れるのは大丈夫かと思います。で、皆さん、一番最後になってわかるのは、ヨーロピアンメソッド is simpler and more efficient ということですので、結局皆さん、ヨーロッパのメソッド方法の方がシンプルで、効率がいいのではというところで皆さん、話が変化してますよね。それを踏まえて選択肢選んでいただけるといけると思います。で、まず一瞬で消せるのはウーかと思います。でさ、ヨーロッパの方法、メソッドの方がいいんじゃない、シンプルじゃないって言ってるにもかかわらず、その記述がないので、ウは一瞬で×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん A もダメですよね。皆さん、ヨーロッパの方がいいですよ。シンプルで効率がいいですよって言ってるにもかかわらず、A だとアメリカの方を採用しちゃっておりますので、これ皆さん、話の内容が全く反対ですね。で、皆さん、選択肢の Our Fewer がダメですよね。これですね、皆さん、ヨーロッパの方がいいですよってところに賛同できておりませんので、Our Buts ということでよろしいかと思います。そして皆さん、O はプラウドですよね。皆さん、誇りの話は全くないので、やっぱり正解は E でよろしいですよね。これであれば、アメリカの方々がヨーロッパのスタイルを採用しておりますので、ヨーロッパのメソッドの方がシンプル、簡単で、で、効率がいいんじゃないかというところで皆さん、つながりがありますので、E が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたこの下線部のところですが、It's B 動詞の右側ですよね。ですから、情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いての問題でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。で、皆さん、読んでいただいてですね、皆さん、空所の左側であれば、皆さん、コーカサス地方の赤ちゃんはですね、当然、コーカサスの方の顔を見ることを好むんですね。で、エチオピアの赤ちゃんは、当然エチオピア人の顔を見るというところを好むという話で言い換えられてますね。で、皆さん、今考えなくちゃいけないこの空欄のところですが、ということで皆さん、言い換えはこの波線のところですよね。で、皆さん、最大のヒントは多分このラザーダンだと思うんですが、皆さん、うんたらかんたらというよりもむしろ点点点みたいな感じで訳しても、まあいいんですけども、本当はコーカシアンフェイシーズではなく点点点という話でございますので、本当は前後反対の関係というふうに認識していただいた方がいいんですね。もちろん以前から動画で撮影させていただいてるんですが、これを皆さん意識すると選択肢いけそうですね。ですから正解は、うーですよね。as opposed to ということで前後反対でございます。ですから皆さん、rather than の言い換え成り立っておりますので、間違いないと思います。
で、皆さんヒントにしたのはラザーザンですが、皆さん前後反対。皆さんこういうものを対比と呼ぶんですよね。ですから皆さん対比にはやはり意識を置いといていただきたいと思います。もちろんその話をいろんな動画でさせていただいておりますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん最後の長文でございます。よろしくお願いします。で皆さん読んでいただいて分かると思いますが、皆さんバウンダリーズ、国境境界線ですね。で、それが、まあ、存在してはいるんですが、じゃあ何に基づいてますかっていうと、言語に基づいていたり、文化だったり、貿易だったり、軍事力ですよね。とにかく皆さん様々な基準で成り立っているという話。もちろんそれがケイオス、混沌、カオスですよね。そういうふうにも記載されておりますので、このあたりと言い換え可能な選択肢が見つかっているかと思います。で、まずすぐに行けそうな、ダメだと判断できるのは、例えば皆さん、アドバイスの話とか警告、で、もしくはベストを尽くす話はなさそうですね。で、皆さん、選択肢のあの、ランダムだったらいけそうな感じはするんですが、前半ですね、ドローザラインズが言い換えられておりませんね。ですから、いが正解ということでよろしいかと思います。皆さん、これであれば、自分自身のインタレス、興味、関心に応じてということですね。ですから皆さん、ラングイチだったり、カルチャーだったり、トレードだったりということでございますので、言い換え可能ということで、イが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢イの前半のニューバウンダリーズですが、皆さん、ちょっと波線引っ張ってみました。で、どのあたりに書いてますかって、皆さん、この波線のところでよろしいかと思います。ですので、皆さん、すでに2世紀の間、ヨーロッパで存在していた、はっきりとしたボーダーといったものが、ウィズアウト、ないということですよね。ですから、今までと違うものでございますので、ニューバウンダリーズと言い換え可能です。で、皆さん、ヒントとした文章中ですが、例えばこれだったら、前置詞の右側。そして、ウィズアウト、否定語から右側ですよね。もしくは、構図と一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。サムさん、お疲れ様でございました。まあ、成城大学の空所補充問題扱ってみましたが、皆さん、空所の前後とですね、そして選択肢を見比べて、これですよね。皆さん、言い換えを探し出すことができれば、正解ということでよろしかったかと思います。じゃあ皆さん、その言い換えはどこで見つかりますかと言われたら、ヒントはこの2つですね。情報構造と、そして対比。これが、重要なポイントとなってくるんですよ。で、特に皆さん、今日はラザーザンとか、アズオポーズドトゥーですね。出てきました。で、もちろん、成城大学だけじゃなく、他の大学でもですね、対比がよく出ますので、ですから、このあたりをもちろん中心に勉強できるよう、このヤダッチョスタディも動画扱っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。